ただいま、リズ。おい、リズ。リズ、リズベットさん。ダメだ、完全に集中してる。こりゃしばらくは話しかけても無駄だな。ようやく一段落かな。キート？何、一度見てるのよ、スケベ。スケベって、いくら話しかけてもリズが返事しないからだろ。いつから見てたの？そうだな、30分くらい前からかな。そんなに？どうしたんだ、もぞもぞして。どこか調子でも悪いのか？ああ、悪くないわよ。なんだよ、お腹なんか押さえて。やっぱり体調が良くないんじゃないのか？違ったら、もう。だったらなんだよ、明らかに様子が変じゃないか。さっき作ってたやつと何か関係あるのか？ちょっとはデリカシー覚えなさいよね、あんたは。わかった、話す。話すけど絶対。もちろん、そんなに口は軽くないぞ。アスナにもよ。なんだの？ん？聞こえなかったぞ、リズ。だから太ったの、ジジオのアバターになって。そうかな。外見が思いっきり違うならいいんだけど、前と似てるのに。そんなもん。こら、そんなに見るな。それで太ったからって何？だから少しでも細く見える装備、デザインとか色味とかで見た目って結構変わるでしょ。なんだ、そういうことだったのか。なんだじゃないわよ、女子にとっては重要なポイントなんだから。そういえば、軽くて強い金属パーツがドロップするって情報。軽くて強い？よし、行くわよ、キリト。今すぐ？当然でしょ、ほら早く。わかったよ。さあ、着いたぞ、リズ。よし、それじゃあじゃんじゃん集めるわよ。はいはい。あ、早速エネ。よし、結構集まったわね。ああ、こっちも大量だ。うん、試作することを考えても十分かな。それじゃ、世話しないな。ほら、キリト、もたもたしない。へいへい。ここでこのパーツを内側は削って。相変わらず一心不乱だな。ああ、これじゃ強度が足りない。これは長くなりそうだな。ふう、できた。ああ、完成した。出来は完璧だわ。これで私の。おお。見て、キリト、細く見えるでしょ。まあ、細いというか。何よ、もしかして照れてる？いや、ずいぶん大胆な格好だと。大胆？え？あれ、こんなに露出してたっけ？こっち見ないで。そっちが見ろって言ったくせに。いいから、あっち向いて。まさかあんな風になって。でもまあ、無理にデザインするより今の。本当にそう思う？当然だろ、さっきみたいな格好じゃいざという時に動きが。それにあんな姿。なんだよ、いきなり。でもまあいいわ、キリトが僕年人だって。あ、それよりあのアイテム売りに出せば。あ、そういえばそうかも、強度そのままで。うんうん、キリトナイス。ようやくいつものリズに戻った感じだな。でも売り出すならある程度の在庫は確保したいし。え？え？じゃなくて、ザ一人じゃ運びきれないし、あんた。なんで俺まで。私の恥ずかしい姿を見た罰に。